そんなことで、この楽カード、この IC カードですと、いろんな機能がつくわけですね。で、去年も、早寝早起き、朝ごはん運動っていうのを年3回ほど実施したんですけど、でこれもこの広場に朝8時にお集まりいただいて、